ンサーカス団長安田です。ラクロス山田です。お願いします。お願いします。団長、今日はこちらの体育館に行ってみたいと思います。はい、体育館これですよ。今日はですね、はい、私の大好きなバスケットボールです、はい、バスケだって、もともとバスケで全国大会でしょ。全然上手くなかったですよ。いや、上手ないやつが全国行かれへんでしょ。まあ一応キャプテンで全国は行ってますけど。一応キャプテンで全国行ってるで、上手ないわけないやん。嫌味やわ。はい、やられたことあります。うちの娘やってますからね、バスケ。あ、本当ですか。パパのなんかパパ同士でやるみたいな時にやりました。え、うまそう、うまそうですね。これがまたね、ドリブルが非常に硬いんですよ。行ってみましょう。トライアスロンで年代別日本代表を目指すアスリート芸人、団長安田。ラクロスプレイヤーとして世界屈指の強豪国オーストラリアで代表まで上り詰めたレジェンド山田幸男。今回は目まぐるしい展開で見るものを圧倒するバスケットボール。オールスターに選出された若き司令塔のスピードに団長山田驚愕。安田大サーカス団長安田のバズるスポーツ。やってきたのは京都市伏見区横王子運動公園体育館。はい、団長、今日はあちらの選手になります。はい、すげえ、滑らか滑らか。うわ、入った。こんにちは。あんな簡単にね。いやいや、普通僕こんな簡単に入りませんから。こんにちは。よろしくお願いします。京都ハンナリーズの寺島選手です。はいはい、よろしくお願いします。プロバスケットボール寺島亮選手、京都を拠点に活動しているプロチーム京都ハンナリーズで昨シーズンからプレイしている期待の新星です。これ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 、はい、これずっと見とける。見てる、本当にずっと見とけますね。全然ハンナリーしてへんやん。京都ハンナリーズはプロバスケットリーグ、通称 B リーグに所属しており、 B1、B2、B3 リーグとクラス分けされた中でもトップクラスの B1 でプレーしています。チームには昨シーズン得点ランキング3位のデイビッド・サイモン選手や、日本代表として活躍したスリーポイントシューター松井選手、そしてチームキャプテン日本代表候補永吉選手が在籍。ベテランと若手で構成されるバランスの取れたチームです。まずですね、寺島選手の、はい、バズポイント、今回はこちらです。はい、まず一つ目、寺島選手の愛称フラッシュ、はい、光るとか、なんか輝くとか。そうですね。二つ目がシュートの成功率の高い秘密、はい、そして三つ目が強さを体感、3 on 3の対決という三つになってます。はいはい、いや、強さっていうのはだからもうビクともしないでしょ。もう体当たりしていっても、試合のそのぶつかり合いとかをぜひ体感してみたら。体感したくないんですか。はい、武器持たなダメです。バスケットボールは5人制のチームスポーツ。試合は1クォーター10分が4回、計40分で行われ、ドリブルやパスを駆使し相手ゴールに多くのシュートを決めたチームが勝利となります。寺島選手は司令塔として指示を出すポイントガードというポジションでチームを指揮。その実力はリーグでも注目されており、今シーズンオールスター選手にも選出されています。はい、まずですね、一つ目が寺島選手の愛称フラッシュですが、はいはい、これはどういうことですか。そうです、去年プロに入団してから、はい、試合に出始めて、そしたら ある試合の後に、ちょっとメディアのインタビューみたいなのがあったときに、そのチームメイトのマブンカ選手っていう外国人選手が、はい、こいつはフラッシュだってそのメディアに対して叫んだんですよね。多分ドライブとか、ドリブルからのレイアップシュートっていうのがかなりそういった、プレーなんで、速いプレーなんで、そこを多分こう見て言ってくれたと思います。そこからちょっとかっこいい名前が、かっこいいフラッシュで代名詞がつきました。俺高校時代ラッキー池田にでからラッキー。鋭いドライブで相手を抜き去りシュートを決める姿からついた愛称はフラッシュ。リーグトップクラスのスピードはチームの大きな武器として貢献しています。あ、速い。
滞空時間ドリブルが早いですね。そうですね、もうほぼ走ってるのとそんな変わんないですね、ドリブルついてても。うわすごい、自分フラッシュやん。いやいや全然ですよ。おお、すごい。なぜ何秒ぐらい飛んでんのっていうぐらい飛んでるよ、ね、うわようこけんとあんな飛んで何がないやして、ほんと磁石ついてるみたいなドリブルでした、ね、そうですね、試合中もほぼボールついてることは意識しないですね。もう歩いてんのと、はい、そうですね、息してんのと同じような、周り見てるだけでボールを見ない。あ、そうですね、見ないですね。はあ、そんなことがあんねや。寺島選手のフラッシュを団長も体感してみました。おお、いいよ。おお、いいよ。はやもう振り返ったら振り返ったらもうシュート打ってる。すごいすごい、ちょっと対決してみたら。無理ですって、無理ですって。いや言うてもね、はい、ラクロスでね代表ですし、はい、まあ、バスケも全国大会行ってますから。いやいや、もうだってもうそんなチームが行ってるだけですから。私はもう全然経験者の山田、寺島選手とワンオンワン対決。ちょっともう一回お願いします、はい、じゃちょっと次。おお、いい、寄っていった寄っていった。あっ、ちょっと待ってくださいよ。おお、ゴムつけた。おあうわ、一歩が出ない。私弱いですかやっぱり。いや、まあでも絶対勘がいいっすね。あ、勘、僕が2回目かなんかでこう右から左に変えた時とかは、はい、右に行くつもりだったんですね、もともと。でもそこを読まれて先読まれしたんで左に変えたんで。こんなにこう速い切り返しがある選手ってもうそういなくて、しかもその時ってボールがこう残っていくじゃないですか、はい、だからそこをなんか私は後ろ狙っていくんですけ ど、 なるほど。僕の場合逆にボール先に動かすん で、 でそれで先体が後からついていくみたいな。アスリート山田も歯が立たなかった寺島選手のドライブ。京都ハンナリーズのチームメイトも寺島選手のスピードには一目置いています。ポイントガードですけど点数も取れるっていうのですごい、まあ、自分にとっても、まあ、良きライバルでもありますし、まあ、そうですね、頼りになる選手でもあります。もう本当試合中もコート上で一番速い、はい、彼がボール持ったらもう誰も追いつけないってくらい、それがストロングポイントだと思います。その1本目の爆発力っていうのはすごく見てても面白いと思います。コート上でパスをすればチームも盛り上がりますし、まあ、そういう意味ではすごく重要だと思います。常に周りを確認し空いているスペースを瞬時に見つけ飛び込む状況判断、そして踏み出しの速さで相手を置き去りにする瞬発力こそが寺島選手の強さの秘密なのかもしれません。ここからは寺島選手が小学校から取り組んでいたドリブル練習を紹介。プロバスケットボール選手を目指している子どもたち必見です。これどこでやってたんですか、こういうのは。まあ、家の下の駐車場とかで、はい、まあ、コーンを置いたりしてそれを相手だと思ってやってましたね。そうか、まずじゃあこの後で、ね、普通にアマゾンで、はい、コーン買おう。そうですね、股をくぐらせるレックスルーっていうのだけを練習したかったらずっとこういう感じで、おでこれを何往復で、で次ロールターンやりたかったらロールターン、感じで、そういった練習を自分の意識次第でやっぱいろいろ変えられるんで。股を抜きドリブルする手を切り替えるレッグスルー、状態を反転させながら相手をかわすロールターン、複数の技をコーン相手に繰り返し行い慣れてきたら違う動きも組み合わせて行うと良いそうです。一人で相手だと思ってイメージしながらやるっていうのがすごい僕は意識してやってきたんで、その試合をイメージするかしないかがすごい大事だなと思いますね。そこは本当に今ちっちゃい頃から積み重ねてきたことが生かされたなと思ってますね。コツコツが勝つコツや。
続いて2つ目のバズポイント、チームシュート成功率が高い秘密。京都ハンナリーズは昨シーズンシュート成功率20チーム中4位、スリーポイント成功率5位と安定した成績を残しています。実はこのシュート成功率の高さにはチームの連携はもちろんですが、寺島選手の動きも大きく影響しています。これはどういうことですか？そうですね、まずチーム自体に、まあ、リーグナンバーワンシューターと言われているシューターのベテラン選手がいまして、その選手がいるのはもちろんのことなんですけど、まあ、僕たち司令塔としてそのやっぱりそういったシューター陣が打ちやすいようなパスをするってことがすごく大事で、司令塔として攻撃の起点となるポイントガード、およそ20種類あるフォーメーションを駆使しパスを回しシュートチャンスを演出するポジションですが、さらに寺島選手は素早いドリブルで相手を抜き去り積極的にゴールへアタック。パスだけでなくシュート力もある司令塔として攻撃のバリエーションを広げています。まあ、僕とかはスピードを生かしてそのリングにアタックするとみんながヘルプによるんですよね。その時にシューター陣がノーマークになるんで、そういったプレーを何度もし続けて、で相手を困らせるってことが、まあ、僕たちの仕事です。なるほど、はい、そういうことです。そうですよね、はい、だから確率が高いんですね。そうですね、そういうおとりになるってことですね、はい、自分がドライブでディフェンスを引きつけることで他の選手が寄ってきて味方がノーマークに。その一瞬を見逃さず寺島選手はパス、瞬間瞬間の判断力はまさに職人技です。ここで突然ですが寺島選手のシュート力チェック、フリースローを何本連続で決めることができるか挑戦してもらいます。プロでの成功率はおよそ 70% と言われていますが、寺島選手の実力はいかに。わー、壁にぶつけへんの？いや、ぶつけないですね。基本的にはそのままスウィッシュで上からポンと落としてるみたい。スウィッシュ、100%。 なんかコツとかってあるんですか？コツは、まあ、男性の場合は片手で打つんですよね、基本的には、うん、ってなると肘をリングに最後まで伸ばすっていうのがコツですね。すげえ。おー、3本4。その後もシュートは決まり続け、あっという間に10連続フリースロー成功。そして1本、12本、もうええわ。終わらへんないわ。この後仕事あんねん俺も。すいません、ひっくれるわ。本当、本当ですよ。やらしといてすいません、はい、ありがとうございます。いや、すごいね。なんかもう慣れてもてこれの難しさ分からない。ラクラスペシャル。ここからはですね、あの、私ラクラスプレイヤーの山田が、はい、アスリートの皆さんにいろんなことをこう直球で聞いていこうという、はい、そういうクエスチョンのコーナーになってます。はい、はい、なのでいろいろ聞かせてください。お願いします。はい、よろしくお願いします。昨シーズンからプロリーグに参戦し京都ハンナリーズの一員として戦う寺島選手、ルーキーイヤーはどのような印象だったのでしょうか？どうでしょう、ハンナリーズさんの魅力とかって教えていただいていいですか？そうですね、今、まあ、僕去年大学卒業してで、まあ、ハンナリーズ入団したんですけど、特に若手とそのベテランの層がかなり分かれてて、で若い人はもう大卒の人たち、まあ、僕の代が4人いますし、でベテランは35歳とか一回り違う選手がいて、なんでその若手とベテランのバランスがすごい素晴らしく魅力的だなと思います、ね。どこがすごいんですか、ハンナリーズの凄さ、はい、一番の魅力は。他のチームにはタレントが何人かいて、うん、その人たちが中心に攻めるって感じなんですけど、うん、僕らなんかタレントっていうタレントがいないんですよね、うん、それでも素晴らしい、なんかみんな魅力的な部分があって、一人一人が個人個人が
それぞれなんか武器持ってて、うん、一つの弾丸になってこう突き進むみたいな感じのイメージで、そういったところがなんか僕はこのチームの魅力的だなと思います、ね、持ち前のスピードでチームの勝利に貢献し、加入後すぐにスタメンに定着。チームの信頼も厚く、今シーズンは副キャプテンとしてチームを鼓舞しています。最初はもう本当に驚きでしかなかったですね。 B リーグってプロの舞台でいきなり2年目で副キャプテンっていうのはすごい荷が重いっていうか、まあ、想像もしなかったんで、それでもなんかこういうなんですかね、役職をもらえたっていうのはすごい光栄なことなんで、まあちょっと頑張っていけたらなと思ってますね。なんか本当にあの心の波がないような選手なのかなっていうのはすごく一緒にいさせていただいて感じたんですけど、試合の中頼もしいよね。そうですね。でもなるべくまあガードとしてやっぱ冷静さを保たなきゃいけないポジションなんで、なるべくその感情の揺れはあの激しくないようにしてるんですけど、それでもやっぱ熱くなっちゃう部分があって、たまにそのやっぱ審判にこうちょっと不満持ってしまう時もあるんですけど、それでも冷静さを保つようにやってますね。でもなんか本当趣味が読書の、ね、はい、持たれてるっていうことなんで、そういう中でもやっぱり心のコントロール勉強されてる。あ、そうですね、かなりありますね。最近なんか読まれた本とかあるんですか？最近はまあそれこそクロちゃんの本とか。イラ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 心落ち着かない。あ、なんか乱れ乱れ乱れ多分乱れかけたっすね、あれは。何かこれからの夢だったりとかっていうのがあられたりしたら教えてください。はい、そうですね、まあ、夢としてはやっぱ僕はずっとちっちゃい頃からバスケしてきて、プロ選手になるっていうのがまあ一つの夢で、それが叶った今、これからはなんかこのたくさん小さい頃からプロバスケ選手見て夢をもらってきたんで、一人でも多くの選手、その子供たちになんかこう夢を与えられたなと思ってますね。それが一つのなんか夢だなと最近思ってます。 CM の後は 3-on-3 ガチンコ対決。プロの世界を団長山田身をもって体感。今回はプロバスケットリーグ B リーグに所属する京都ハンナリーズを取材。チームの魅力に迫ります。最後のバズポイントは強さを体感、 3-on-3 対決。団長山田がプロの世界に挑戦。協力していただく選手はこちら。まず僕の仲間たちを呼んでいいですか？はい、集合。さすが副キャプテン。さすが。さすが副キャプテン、一声で。はい、うわぁ、よし、よし。10。すげぇ、さすが副キャプテンですね。さすが副キャプテン。紹介しますと、はい、97年組で同期なんですよ。はいはい。一緒に対決してもらうのは、寺島選手と同じく昨シーズンから加入した同期選手たち。1人目はテクニカルなドリブルやパスで相手の裏をかくポイントガード、久保田選手。恵まれた体格で外国人選手に負けないフィジカルを持つ細川選手。そしてどこからでも狙えるシュート力で、ここ一番のチャンスをものにする大場選手。高校、洛南高校で同期で一緒にやって、はい、まあ、大学別れたんですけど、またプロで一緒になった。はい、ということは森脇健児の後輩になります。後輩なの、ね、大先輩です、ね、じゃあ、洛南以外で。わかりました、はい。これはだからもう森脇さん対団長みたいなのがあります。まあ、そういうのがありますね。はい、対決は団長チームと山田チームに分かれ、コートは半分で行います。相手チームにボールが取られたら攻守交代。対決ハンデとして、未経験の団長はシュートを決めたら3点、経験者の山田は2点、プロ選手は1点、スリーポイントは2点とします。先に10点先取したチームが勝利です。 3-on-3 ガチンコ対決、勝利の女神はどちらに微笑むのか。どこにいました？ごめん、ついた。実戦で体が硬くなり、シュートがなかなか入らない団長。
それとは対照的に柔らかいタッチから冷静に決める選手たち。うわすごい。シュートを打つ際は無駄な力を抜き、しっかりとボールコントロールをすることが大切になります。ディフェンスの動きを防ぐサンドウィッチ。団長、身動きが取れずディフェンスが遅れ、失点を許してしまいました。その後も一進一退の攻防は続きます。シーソーゲームは続き9対9、両チームともマッチポイントです。接戦を制し山田チーム見事勝利。最後は山田からのアリウープで寺島選手が試合を決めました。えげつない体力、すごいドリブルテクニックが上手くて右ドリブルはもう素晴らしかったです。いじってみた。思いのほかやっぱり動けているっていうのもあって、そうです、楽しくできたのでとてもいい休憩になりました。ワロって言うかね、戦闘だよ。団長がたくさんシュート外してくれたので勝てましたね。何ちゅうことやっぱ団長ブロックした時は本当に気持ちよかったっす。叫んじゃうぐらい。うわー言うてあんな素人相手あんなする。アスリートバズムービー、 SNS で爆発的に拡散されるバズる動画を作るこの企画。チャレンジしてもらうのは、先ほど 3-on-3 で見事なミドルシュートを決めた久保田選手、細川選手、大場選手。うわ、挑戦内容はゴールからおよそ14メートル離れたハーフコートからシュートを2本連続で決め、最後にフリースローシュートを決める。普段打つことがない距離を2本連続で決める難しさもありますが、その後のフリースローは必ず決めなければならないというプレッシャーにも打ち勝たなければなりません。やはりハーフラインからシュートを決めるのは至難の業。シュートの感覚も変わってきます。そのため久保田選手、大場選手はいつも以上に膝を曲げ、ボールに伝わる力を調整。外れたシュートの場所を確認しながら成功率を上げていきます。そしてチャレンジから15分、ついにその時はやってきました。歓喜の瞬間をもう一度。美しく弧を描いた2つのボールはリングに吸い込まれナイスシュート。そしてプレッシャーがかかる中、冷静にフリースローもシュート。見事3連続ゴールを決め、チャレンジ成功です。いやもう本当に嬉しいです。自分に おめでとうございますって言いたいです。率直に、ね、決まってよかったです。リーグの中のフリースローシュートと今今日のこのフリースローとどっちが緊張したか。
いや今回の方がすごい緊張しました。最後にですね、アスリートの皆さんに、はい、一番大事にしている言葉っていうのを、はい、バズワードとして聞いてます。はい、僕のバズワードは感謝です。やっぱり森脇さんも何かと感謝っていう。あ、本当ですか。楽なあるある、感謝が好き。楽なあるあるかもしれないですね。まあ、特に今年はそのコロナの影響でたくさんの人の支えがあって、まあ、試合が開催されてるんですよね。だから本当にたくさんの人に感謝してプレーしなきゃいけないっていうのがあるんで、なんで僕のバズワードは感謝になりました。いや本当に、ね、大切な言葉だと思いますね。はい、今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。次回のバズるスポーツは、聴覚にハンデを持つ選手が行う静寂なテニス、デフテニス。2019年の世界選手権で優勝を果たしたデフテニスプレイヤー北美優選手を取材します。